してグルメや体験型アトラクションなどが楽しめるイベントが今日から始まりました。このイベントは明日午後5時までで、自転車を漕いでミニ北陸新幹線やシャボン玉製造機を動かす体験型アトラクションなど様々な催しも楽しめます。